私ってちっちゃいんだなって感じるぐらい大きさに感動した場所です。大人の仲間入りをするんだなと思うとすごくドキドキ、なんだかワクワク、まだ自分にちょっと頼りなさを感じるので、しっかりしなきゃっていう気持ちが強いです。ということで、ろうそくも20本ね、一気に消せるかちょっと不安なので、いっぱい息を吸って開拓練習をしてきます。ですけど、こう完成したものを見て本当に感激して、すごく嬉しかったですね。もうね、会場の皆さんもおはようしたいと思います。どうぞ皆さんご協力をお願いいたします。 To you Happy birthday to you Happy birthday dear yourご覧いただきたいと思います。いただきましょう。ここが教会だったんですけど、すごい静寂で入れないぐらい、本当に神聖な空気のある教会を初めて見たので、なんだか感動しました。クロアチアロケの秘蔵ムービーご覧。そうですね、6月ぐらいにクロアチアには行ったので、もうちょっと懐かしいみたいな感じが、もうすでに、どこ行きたいって、じゃあクロアチア一番有名っていうから、じゃあマーケット行きたいって言って、赤いパラソルの人に連れてってもらったりとか、本当に観光みたいに、どこ行きたい、ここ行きたいってクロアチア語帳とか、あとは観光ブックみたいなのとかを見ながら決めれたので、はい、本当に純粋に楽しかったです。そう言ってっていうのは今までありましたか？ないですね。しかも10日間も時間をもらっていたので、本当に海外初めて行った私は、もう刺激だらけの毎日で、興奮でした。海の方でも皆さんもご覧いただいたと思うんですが、ずいぶんたくさんの人を撮ったりもしてらっしゃって、その写真、先ほど小林緑さんの方からもお話があった表紙の内側なんですよ。本自体になるんですけど、この写真ちっちゃいんですけど、全部私が撮った写真になってます。もともと写真をこう人にこう見てもらうほどの写真じゃないし、ってすごい恥ずかしさもあったんですけど、あまりにも綺麗だからちょっとだけお邪魔させていただきました。一番お気に入りのショット、皆さんご覧いただけますか？ダリグラドっていう、その断崖絶壁に立って周りを見渡すと一面緑で、本当に山の中にちょんってあるって感じだったので、そんな景色、日本にいる私は見たことがなくて、そんな高さの場所に立って、見渡したこともないし、でちょうど風も気持ちよく吹いてて、快晴で、なんかクロアチア来てよかったなって思った瞬間だったんですよね。そのダビグラドの街はウイルスで死滅した、マラリアで死滅っていうか、死んだら可哀想なんで、マラリアで近くの町に皆さんが移動したんです。町としてはもう成立はしてないですね。人は全然いなくって、建物ももう形があんまりない形の場所だったんですけど、入ってこう天空の城ラピュタでしたね。本当に皆さん多分一度は見たことがあると思うんですけど、普通にこう大きな巨神兵でしたっけ、歩いてるぐらいの感じで、すごく覚
しの中みたいだったんですよね、写真だと本当に何もないので伝わりづらいのかもしれないんですけど、人生を変えるなって思った一瞬でした。二十歳になるから大人になるんだろうなって思ってたんですけど、その景色の大きさとか、なんかこう寛大さとかを見た時に、ああ私ってちっぽけだなって思ってギャフってなった瞬間です。